私たちがどれだけ想像しようと想像を絶するものだと思うんです想像に足りるものじゃないと思うんですそういった犬たちのことを考えたらこんな判決でいいのかって本当に悔しくてたまらないです俳優で動物愛護団体の理事長杉本彩さん今日の判決に 不満と悔しさをにじませました2021年松本市のペット販売業者に家宅捜索が入りました犬を虐待していた疑いですその後業者の元代表桃瀬浩二被告63歳が動物愛護法違反の殺傷と虐待の罪で起訴されました 起訴状などによりますと、桃瀬被告は、獣医師の免許がないのに、犬5匹を麻酔せずに低温切開を行い、だりに傷つけたほか、452匹を劣悪な環境で飼育して虐待したとされています。裁判で被告側は虐待については認めていましたが、低温切開による殺傷の罪については、 鎮痛剤を使っておりみだりに傷つけていないなどと無罪を主張一方検察側は大規模な動物虐待事案として懲役1年罰金10万円を求刑していましたそして迎えた判決公判長井健一裁判長は虐待については 劣悪な環境の中で病気になった犬を素人判断で薬を投与するだけで獣医師に見せることはなかった極めて悪質なネグレクトであるとしました一方殺傷罪については子犬を摘出するための帝王切開手術であり手段は正当性を欠くが猟奇的な殺傷事案とは違うとしましたその上で、 ブリーダーを廃業していることなどを考慮し、懲役1年、罰金10万円、執行猶予3年の判決を言い渡しました。殺傷の罪を告発した動物愛護団体の杉本綾さん。会見で判決に不満の声を上げました。 スタジオには杉本彩さんにお越しいただきました。改めまして、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。全国でも注目された今回の事件ですが、はい、改めて今回の判決、どのように受け止めていらっしゃいますか。はい、あの会見でもお話しした通り。到底納得できる判決ではありません。本当にあの、これだけのことをやって、この程度の判決なのかということに。もうがっくりと肩を落としました。 涙をされている場面もありましたがその時はどのような思いだったんでしょうえー、っと2年半ずっとこの傍聴を続けてきてさまざまな証人の証言を聞いて本当にあの事実が明らかになればなるほどもうどれだけ悲惨な犬たちにとって苦しい虐待だったかっていうことが明らかになってその 結果がこれですからね。犬たちの苦しみ痛みを思うと、あの悔しさが本当に抑えられないです。はい、わかりました。改めて今回の量刑についてお話を伺っていきたいんですが、現在の動物愛護管理法の主な罰則がこちらになります。2020年に厳罰化されました。今回裁判所は虐待殺傷ともに認めた上で懲役1年。 執行猶予三年の判決を言い渡しました。改めてこの量刑については杉本さんどのように感じていらっしゃいますか。あの私たちこの前回の法改正で、えー、動物虐待の厳罰化を目指して、えー、本当に一生懸命運動した結果法改正が実現して厳罰化になったんですね。はい、まあ。しかし。 この厳罰化された後の事件であるにもかかわらずその量刑に対して全く厳罰化が影響していないと感じるんですそれが本当に残念でなりません私たち市民の感情はあの実刑になって当然の本当に非道な犯罪だという認識なんですね けれど、司法の中では、こういった市民感情とは全く違う。市民感情と乖離した、あの、本当に。理解できない、まあ、そういった、量刑です。はい。わかりました。やはり、あの、悪魔の所業であるという話も以前話していましたが。そこに対する、この、けがまだ追いついていないというようなイメージでしょうか。そうですね。本当に、あの、司法の中で、動物虐待っていうものが、どういうものか、うん。 どれだけ社会に大きなダメージを与えるかということが十分に理解されていないんじゃないかと思いますで裁判長の言葉にこう理由は不当じゃない、まあ、こういった事件を起こした理由は不当なものとは言えないという言葉があったんですけどその言葉を聞いたときに私はもう愕然としましたあの自分の都合で利益を求めて動物にこんなにひどいことをすること自体が不当でないということが本当におかしいと思うんですねで私 にとってはまあ市民の方々みんな同じだと思うんですけれども、自分の利益のためにこういった残虐なことをやってのけるっていうのは良心的であると思います。はい。今回の事件氷山の一角であるというふうにも言われています。さまざまな課題が指摘されていますが、ペットを販売する側業者は。 今後どのような意識の変化必要になってきますかそうですねやはり命を扱うということの責任と重みをもっと感じてほしいと思いますそして自分たちが生み出した命には最後まで責任を持つというぐらいのまあそういったモラルが本当に必要だと思うんですねただやはりこういった判決軽い判決になってしまって事業者が本当に心を入れ替えて今後 モラルあるビジネスをやってくれるのかどうかということに大変不安を感じています。一方で消費者側にも課題があると思います。まあ犬をこのペットショップから購入する人の割合が増えているという数字もあるんですが。はい、こうした現状も今回の事件を引き起こした一因と指摘されていますが、いかがでしょうか。そうですね。こういった事件の本当に背景、問題の根源にあるのが。 ペットショップの生体展示販売だと思うんですね子犬子猫をショーケースの中で大量生産して大量流通して、えー、本当にまるで命のないものと同じように、えー、商品として扱っているこういったビジネスの形態に非常に問題があるわけですよねあのペットショップにいる並んでいる子猫と 子犬の後ろにどれだけの被害がどれだけの犠牲があるのかっていうことを消費者としてぜひ考えていただきたい。モラルある消費行動をしていただきたい。で、こういったビジネスを継続させるのはやはり消費者のニーズがあるからだというふうに思うんですね。犬、猫、ペットを迎える時っていうのはやはりあのペットショップではなくて違う選択肢をあのぜひあの考えていただきたいなっていうふうに強く望んでいます。 では最後になりますがこのような事件を、まあ、二度と起こしてはいけないというのは皆の思いだと思いますが今後、杉本さんたちはどのよううな活動をされていきますかそうですかそでねやはり司法の中でもっと動物虐待に対する理解が進まなければいけないので本当に何が一番こう実効的なのかってこれからまたゆっくり考えたいとは思うんですけれども。 でも、本当に今思うのは、さらなる厳罰化がもしかしたら、必要なんじゃないかとか。うん、あの、まずはっきり言えることは、業者に対する、やはり規制ですよね。こういったものを、もっともっと、本当に強化する必要があると考えています、はい。今後の動き、私たちも注目させていただきます。はいはい、ここまで、杉本彩さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録お願いします